ですよ。あとはやっぱり、うわっ、はい、やってきました。今回ですね、キャンプ場を今作ってますけど、このキャンプ場の中に鹿の足跡ものすごくあるんですよ。なのでこの鹿の足跡をたどってですね、狩猟罠漁ですね、やっていこうかなと思います。これアマゾンで買いました。罠、くくり罠ってやつですね。これを踏むとバチンとこう足にこの罠がかかるというようなね、そんな、仕組みになってるんですけど、今日はねこれの設置をキャンプ場内にやっていこうかなと思います。その様子をね皆さんにご覧いただけたらなと思いますので、ぜひね狩猟免許興味ある人とか、まあ、こういうアウトドアが興味ある人はね見てもらえたらいいんじゃないかなと思います。あとねチャンネル登録もよろしくお願いします。2000人超えましたんでありがとうございます。これからもねキャンプだったり趣味の範囲ですよね、アウトドアの関係するような趣味のこと DIY も含めてやっていこうかなと思いますので、ぜひぜひチャンネル登録しない人はぜひチャンネル登録お願いします。それでは今日やっていきます。あいにくの天気ですけどね、まあ、元気出してやっていきましょう。今午前10時、はい、やっていきます。結構ね、川そっちにあるんですけど、川の方とかからね鹿がすごい来るんですよ。向こうの川の方も仕掛けられるんですけど、届け出を出さないとダメなんですよ。環境みたいなところに、北海道庁のね環境課みたいなところにね、どこに罠かけますかなんていうね話で提出しないといけないんですよね。山林を管理する人がねもし引っかかってしまったら困りますから。なのでね、その手続きをしていないので、今日はこのキャンプ場の敷地内にねちょっとかけていこうかなと思います。今のね時期はですね、ちょうど落ち葉がたくさんあってなかなか鹿の足跡が見えないんですけど、結構ねあるんですよ鹿の足跡。この辺とかありますね。これこの足跡わかりますか、この2つこういう風になってる。こっちもですね、こっちにもあるという感じ。そこもそうですね。なのでここをこう歩いてそっち行ったんでしょうね。この方向、こうやって足跡をたどって行くということです。これちっちゃい鹿ですね、多分メス鹿とか。オスはめちゃめちゃでかいんでね。なのでまず一つこのライン上の場所に仕掛けていこうかなと思います。なんかそっちとかもいいな、その辺にしてみようかな。やっていきます。木の根っこがねたくさんあって掘りづらいですけどね。でも今回の罠は浅いやつなんで大丈夫だと思います。こんな感じです。ここにね穴を掘ったんですよ。まずこれをですね、これ木にくくりつけるんですよ。木にくくりつけて鹿が逃げないようにする。こんな感じ。この寄り戻しって鹿が、まあ、変な獲物かかってもね、変だっつったらあれか、他の取っちゃいけない動物もいるんですよ。取っちゃいけない動物って言ってもほとんどここら辺は狩猟鳥獣っつってね、アライグマとかキツネとかキタキツネ、エゾシカ、まあそういったようなねものが多いんですけど、まあよし、これを。これをどんどん引っ張ってやっていくんです。このワイヤーのストッパーですね、これを こんな感じで締めるんですよ。そうするとここピターってこうやって閉まるんで、こうやってね乗せてこの上ポーンと踏むとこれがパッと行くっていう感じです。これ罠、くくり罠。でこういう風な感じなんですけど、
あ、ちょっと穴広すぎたな。ちょっと穴が広いから埋めます。まあこんなもんでしょう。こんなもんです。こういう感じでね、この上を踏むとパーンってかかっちゃうっていう感じですよ。やりますか一回。やりますか。あーちょ怖いんだけどな。こうやって、こうやってきたらこの上にこういう感じですよ。うわびっくりした今。こんなんなっちゃったの。すごいですよねこの威力。これでほら食い込んでますよね。これでちょうど蹄よりも上にかかるともう取れないって感じですね。なるほど。もう一回仕掛けます。まあ自分でやるということですよね。あとはやっぱり、うわっ、おぶな。今痛くね、油断してるとこんな風になるんですよ。結構指とか挟まれて痛いですからねこれ。だから本当はここねロックしてならないようにして最後緩めるっていうのがね鉄則ですから皆さん気をつけてください。話しながらやるもんじゃないですよ。まずしっかりと止めときます。ちゃんとね安全に。まあ、こういう雨の日はねあんまり叱って動かないんでね、今日は取れないのと、あと罠をかけてからも匂いがね、僕の匂いがあるので匂いが人間のあるところとかにはなかなか寄りつかないんですよ。よし、こういうことですね。よし、この藁の間に葉っぱがたくさん挟まっちゃうと抜けやすくなるんですよね足がね。なのであんまり葉っぱは乗せないようにとは思ってます。あでもどっちみち隠さないといけないんでね、この藁の作動をあんまりこう邪魔しない程度に軽く仕掛けていきます。これでほとんど分かんないです。であとはこのワイヤーとかもね、鹿は目がいいのでこのワイヤーとかもしっかりと隠していきます。隠しとって自分で隠した場所分かんなくなった。そしたらここに罠があるので踏むようにこんな木を持ってきて、どこに隠したっけ、ここか。いや分かんなくなるんですよね本当、自分でも引っかかる。かけたらなるべくこう目印のようにねこうやって木で囲っといたりするといいです。でこの辺にこう餌とかをね置いとくと、ここをまたいでここにドーンと足が入ったりするわけ。まあ、私はねあんまり餌とか置かないんですけどね、餌を置いたらすぐ取れちゃうんでね、鹿さんとの勝負なんで知恵比べです。これで捕まんなかったら鹿の勝ち、これで捕まったら私の勝ちって、別に比べてはいないですけどね。だから鉄砲もいいですけどね、正々堂々と知恵比べで私は狩猟をするというところです。よし、こんな感じでいいでしょう。こんな感じでっていう感じで、雨もだいぶ強くなってきたんでそろそろ終わります。また取れたら今度は狩猟の止め刺し解体、まあそういったものもねお届けできたらいいなと思います。そんな感じで皆さん良い休日を、いや休日に見てない人いるか、良い日を送ってください。それではまた。仕掛けて1日経ちました。どうだろう、罠の感じ、罠の感じが、今日はねあいにくの雪ですね。11月なんですけど、うわ、弾いてる。
弾いてるけど、これは捕まった様子がないから、多分タヌキとかアライグマとかかな。ちょっと甘かったっすね。 OK、 また仕掛け直します。